手を高く上げてくるだけ手を高く上げてね。本当に一番いいのは犬先が一番難しいんですね、女の人は。小指から取って小指から開くんですよ。小指から取っていって小指から開くんですね。これを繰り返しながらやってるんですよ。まあこんなところをちょっと3分で踊らせ出すんでね、見てご覧になってください。ではお囃子お願いします。まあ、こんなような形でね、まあ、歌っているんですけど、まあ、私から教えてくるのはこれぐらいでございまして、できたらこう今から会場の皆さんのご一緒に一つ踊ってください。10名の方にいい景品を持って帰ってください、ね、こういうふうにお囃子がまたストップしたら そのまま終わりたいと思いますのでね、ご一緒に参りましょう。どうぞステージの方にお上がりください。ご一緒に参りましょう。どうぞ。Oh.
まっすぐ並んでください。自由気やね、やっぱりね。一回出ちゃうよね。今は行かなかったんやけどね、今まで。そうだね。はい、そしたらね、お母さんがおにぎりを作ってくれたね。はい、ね、はい、はい、ではですね、はい、こちらからいらっしゃいましたか。岸和田市から、はい、阿波踊りはされたことありますか。はい、踊りました。ありがとうございます。はい、で、あのカメタにツイッタースタートで最優秀お二人。はい、どちらからいらっしゃいましたか。神戸から来ました。普段は踊り踊ってらっしゃいますか。いや、あの今年あの四国大学ですか、なんかあそこの前であの教えてもらいました、はい、じゃあ早速またね、教えてもらって今踊ってよかったですね。はい、ありがとうございます。はい、こちらはね、最優秀お二人のうちの一人の亀田君、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。どちらからですか。浜松です。浜松から、はい、踊ってみていかがですか。はい、大変偉いです。もうこの年ですからね、もう90歳です。